試合で全てを達成したパケタが話題に。コパアメリカ、ブラジル VS パラグアイにて。ありとあらゆる賭博の可能性がある。満面の笑みで草。これ倍率やばいやろ。めちゃくちゃ勝ってそう。レッドカード以外コンプリートしてて草。彼がみんなに何をかけるように言ったのかは決してわからない。彼を調査すべきだ。実際にかけたのかもしれない。ほぼミラクルエイト。ミラクルエイトみたいで草。マリカーの一番強いアイテムやん。これミラクルエイトは秀逸だな。狙って集めてたらクソおもろい。全然懲りてない。なおパケタの PK 失敗がキーパーストップではなく枠外だったことも話題に。あのペナルティミスは疑わしすぎる。俺も何かおかしいと感じたんだよ。少なくともパケタはパラグアイ戦で PK を失敗するとかけていただろう。なぜパケタがあれほど PK キッカーにこだわるのか執着する理由がわかりました。ふるさとの仲間に食事を与えるためにペナルティを外した。プラセフの武器選択画面。